返せ。あと一人いるんだろ、仲間が。早くしてよ、お腹空いてんのにさ。早く僕を殺せばいいだろう。残念、そんな簡単に。俺は今こいつと話してるんだ、ジュジュマル。邪魔するとお前から殺すぞ。じっくり話を聞いてやるよ、俺の拷問でな。って聞いてんのか。ああ問題ねえよ。いや問題あるでしょ、やる気なさすぎだよ。文句安心しろ、俺はまだ忍びじゃねえ。何堂々と言ってんだよ、意味わかんないよ。まあ見習いみてえなもんだ。見習い。その箱、護衛をつけるほどの美術品って何が入ってんだ。これは古い壺だよ、おばあちゃんに買って。カワキのことだが、地下台たちと任務に出発したみてえだな。ああうまくやってくれるといいが。あいつならできるって信じてるってばよ。今入った情報です。隣国の森で少年の死体か。特殊な忍術で殺されていたため、忍びによる事件と推測されますが、犠牲になってます。6人も。火の国でも同様の事件が起こる可能性がある。十分警戒してくれ。一足遅かったか。あいつの足じゃそう遠くまで行ってないよ。国に入る前に追いつくぞ。うん。じゃあなんで忍びになろうと思ったの。なりてえって思う人が忍びだからじゃねえか。そういう憧れの人。まあ俺はこの任務をクリアすりゃ忍びだ。え、この任務。忍びになるための最終試験ってやつだ。お前を国まで送る。この葉の忍びか、厄介だな。隙を見つけて仕掛けるぞ。なんだ。しまった。秘術受血結界、この結界からは誰も出られやしないよ。あいつらの始末はお前に任せた、ジュジュマル。何すんだよ、様子がおかしい。あの血の糸に秘密がありそうだぜ。よく気づいたな。俺の血を浴びた者は俺の意のままに操れる。だから手に。ふざけやがって。この中からは誰も出られやしないって。ジュジュマルの結界から無事に出られた奴はいない。あとはこれを主人に届けるだけだ。強行突破。俺の血を浴びたお前はこれから俺の命令通り自分たちの仲間を殺すんだ。何？お前が血で操れるなら俺は影で操れるんだぜ。お前ら少女。レディのボディに何すんのよ。動けない。クソが。僕の仲間は全員殺されてしまった。だからあの治療薬だけはどうしても国の人たちに届けたいんだ。お前の気持ちはよくわかるけど、蝶々がこの傷じゃ動けねえ。ここは一旦木の葉に帰った方が賢明だ。お願い、あいつらから薬を取り返して。先生との約束があるんだ。関所で僕を待っている。わかったよ、俺は行くぜ。けど行かせるわけにはいかねえ。お前また影で縛ろってか。そうはさせねえよ。